で来た道を戻ってます。次はアラン・デイビス、ペレの椅子、はい、ここで曲がるんですけど、ここは国立公園になっていて、この道をですね、そこにある道をずっと上に上がっていくと、ペレの椅子を、右下に見てぐるって回っていくっていうハイクトレイルがあります。ハワイの中には結構ハイクといってもですね、きついやつもあったりするんですけど、ここは、初級という感じです。駐車場もあってね、でも土日は結構混んだりするんで、余裕を持っての調整必要ですね。今日なんかはまあ比較的、これ金曜日、今撮影しての金曜日の午後ですけど、空いてますね、いい感じで空いてます。ということで、ここではですね、スピアガン、そして手動のスリープロングス、これを持って魚を突きに行きましょう。超綺麗なローカルビーチなんですけど、ちょっと遠いんですよね。歩きもある。だから、ハイク気分に行くっていう、そんな感じの場所です。みんな観光客はこっちのトレイル、上に行くんですけど、でも僕らが行くのはこっち。右側の下っていく、下のルートを辿っていきます。これがアラン・デイビスという、湾になっているあのペレの椅子のふもとのビーチにたどり着くルートになっているんですね。ここがね、最高に気持ちいいのよ、このビーチが。地元のキッズたちがちょっとした飛び込みをやってたりするところがあったりするんですけど、その周辺で魚もつけるし、たまにラッキーだったらタコもゲットできます。じゃあまずはスピアフィッシングの説明を達人に。これですね、これがスピアガンですね。これはね、上にこうゴムが2本ついてるタイプで、これがね、わかるかな、ここにこう飛んでいくスピアがあるのね。それにゴムをギュッと2箇所引っ掛けて狙いを定めて。これが矢なのね。そう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 、ガンにこういうスピアがついてるのね、はい、でこれがここにセットされてると、うん、でこのスピアだけを飛ばして、だからこっからこの前のゴムをこのフックに引っ掛けて、うんうんうん、何個かあるんだ。そうそう、これの場合2つついてるんだけど、はははゴムの力でこのスピアを飛ばせて魚取りますっていう。でスピアの頭は返しがついていて、そう、刺さってここで引っかかる。そう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 、うん、ほんで後ろには紐がね、スピアのそうこういうね紐がついていて、その紐が4メーターぐらいラインがあると、うん、その先にスピアが、これの場合あ、そうかそうか、さらにスピアが85センチあるから。でここがゴムが2つのものと1つのものがあるの、うん、そう、まあ、2つの方がやっぱり力が強い、うん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 、もしくは1つだけ使ってダメになったらもう1個の方をかけてっていう使い方もできるんで。あ、そういうこともやる人もいるんだ。これでついた、うん、一番今まで大きかった魚ってどんな魚？大きい魚はね、なんだろうな、イスズミ、イスズミって日本でイスズミっていう魚がいるんだけど、うんうんうん、ハワイでもやっぱりいて、ちょっとハワイ固有種なんだけど、それでね60センチぐらいかな。おお、うん、いいですね。で美味しくいただきます。Maria, we're going now. Yeah. All right, thanks.そしてここアラン・デイビス特有の地形としてね、岩場の裏に、魚が隠れてることがあるんですよね。でそれだとこういうのでつけないので、その場合は手動のこういうのをスリープロングスっていうんですけど、こう持って引っ張ってこのゴムの力で離してつく。岩場のは掴みながら潜って下でプシッて上にやるって感じ。Thank you.
これ俺でもそうだ、巻き方を知らない。あんなの巻き方だっけ。あ、これね、うん、そうだよね。結構慣れるまで大変なんでしょ。ちょっと時間かかるかも。カチャーンって外れるんじゃん。こうやって飛んでいくんだけど、飛んでいって、はい、リロードするときですね。リロードする、うん、打ちました。こんな感じ。打った、はい、水の中で回収します。今度まずこれ持ちますよ。はい、持ちました。ここゴムがあるじゃない。はいはい。ここの間をこうやって通す。隙間、はい、間に通します。そうそうそう。でこのラインを上の状態でここにカチャッ刺します。ほうほう、差し込むだけ。差し込むとカチャカチャ、うん、ロックがかかるでしょ。はい。そしてこのラインを、そしてこのラインを前から持ってきて、ほうほうほう、前に持ってきて、間通ってるよね、一緒に、うん、間通ってる。フックを通して、ここのフックかけ て、はい、かけて反対側に回します。はい、回します。ずーっと後ろに引っ張っていくと、うんうんうん、ここにガンの下にトリガーのフックがあると。下に、うん、これ一回かける。はい、かけてもう一回折り返す。もう一回こうやって折り返すでしょ。ほうほうほう。折り返したら今度この前にちょっと引っ掛けるところがあるから、はい、ここをかける、はい、でずっと引っ張って、うん、この真ん中になったところをもう一回かける。ちょうどの長さになっているんだね。そうそうそう。でそしてこれを水の中でギュッと引っ張って、うん、この場合はここにかけます。こっちは、こっちだと緩いから、緩い、うんうん、それでもなんか辛かったらこっち、はあはあ、ただ威力が弱い。この鉄のところを引っ掛ける。引っ掛ける。外れました。シューン。回収回収回収、うん、これに入れる、これに入れる。これ水の中でやらないといけないからね。そうなんだよね。刺せません。もう刺さない。まあいったね。それで OK。 入りました。上からフックにかけて、下を通して下のフックをかけに行く。あれどっちから回るんだっけ。どっちでもいいよ。どっちでもいい。うん、そう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 。でそのエンドをそこにカチョってかける。そう、一緒のところ。それで OK。こうロックをして、これ結構きついから。そう、多分ね、あの水の中の方が楽。なかなか大変。わかりました。という感じで、こう水の中でやるのはハードよね。ちょっと慣れが必要だと思うんですけど、実践はこの後の動画でやるんですけど、まずはこの後並んでいる下の麓まで、トレイルを案内します。行ってみましょう。